原宿着きました。で、ちょっと面白いものあるかどうかね、周りいっぱい観光してみたいと思います。で、適当に周り歩きますね。はい、横断しましょう。はい、みんなに少し周りを見せますね。今原宿にいます。お、すごい、なんかハリネズミ買って発見。はい、歩く続けよう。なんか今日は風が強いですよね。最近は寒い日が多いんですけど、今日はもうちょっと暖かめですよね。ちょっと散歩するのにはちょうどいいって感じ。ラッキーです。人がすごいめっちゃ多いんですよ、渋谷も原宿もね。はい、横断できました。この後ろのところはちょっと面白そうだから、ちょっと入ってみますね。可愛いもの売ってるかもしれないので、ちょっと入りましょう。東京プラザって書いてあるんですけど、よし、買い物タイム、イエーイ。クリスマス近いからね、どこ見てもクリスマスツリー、クリスマス飾りとかありますね。じゃじゃーん。可愛く作ってるところ発見。めっちゃかわいい。私ピンク好きだから このところは大好きですね。すごい、ここは化粧商品ですよね。これ見て、ふわふわ、こういうふわふわな感じの服が好きですね。おー、ハローキティ発見。じゃじゃん、かわいい、かわいい。はい、買い物続いてます。実はさっきは何か買ったんですよね。これコンシーラー買っちゃいましたよ。化粧商品ですね。で、実は今日探してるものがあるんですよね。そのうさぎ耳のカチューシャみたいなやつ、コスプレ用のやつ探してるんですけど、多分ここにはいないと思いますね。そう、コスプレ衣装やそういう服
じゃなくて、もう普通のその洋服とか売ってるところだからね。外にあるかもね。まあ時間あれば外もちょっと歩く回るかもしれないんですけど、歩き回り、日本語たまに間違ってますね。まだ上手じゃないので皆さん許してくださいね。もうちょっと頑張らないとね。なんかふわふわな帽子見つけたんですけど、見て、ふわふわふわ、気持ちいい、気持ちいいですね。こういうのが好き。あ、またクリスマスツリーですね。じゃじゃーん。かわいい。なんかめっちゃ、あ、ご飯の上に行けるスターバックスがあるらしいんですよ。ちょっとなんか景色綺麗かもしれないので、登ってみよう。あ、こんな感じですね。ここからも実は景色いいんですけどね。はい、ちょっと皆さんにお見せを。はい、人がなんかアリみたいですよね。ちっちゃくて。よし、上行きましょう。ここにもクリスマスツリーあるから、すごいですよね。綺麗、めっちゃ綺麗にチョコに来ましたよ。すごい。え、もうちょっと回ろう。あ、もうちょっとしたら暗くなりますよね。もう夜になりますよ。すごい。ここまた来よう。ほら、なんか光ってる。これクリスマスのためでしょうね。名前なんだっけ、忘れた。イルミネーションだっけ、そんな感じだったろうね多分。後ろにも原宿の素晴らしい景色がありますね。そこ太陽はもう少しでなくなりますね。楽しい一日、イエーイ。一人で観光もたまに楽しいですよね。はい、ここにもありますね、光ってるやつ。この木も可愛い。まあ、とりあえずちょっとここら辺で皆さんには景色を見せた後で少し写真撮って、まあ、移動しますね。クリスマスツリー綺麗。よし、下の景色見よう。立ち入り禁止。暗いですよね。うわー、すごー。めちゃめちゃ綺麗なところを発見したので、今日の観光は成功しましたよ。イエーイ。こういうなんかたまには一人で観光するのがいいんでしょうね。
自分が歩いてこういう綺麗なところを発見するの方がなんかもう楽しいと思いますよね。私はあ、これここを自分で発見しましたみたいに、そう、あの自分でやるともうちょっと嬉しいかな。で次は友達と一緒にここに来ますよね。そう、友達にも教えてあげます、こういうところ発見しました、一緒に行こうみたいな感じで、うん、こう光ってますね、すごい。クリスマスツリーです、こんな感じ。はい、皆さん少し暗くなってきたので、あの光は綺麗に見えるので、はい、帰る前にはこの綺麗なところもう一回ね撮影してみせたかったです。すごい天気もいいね。あの東京プラザから出たんですけど、もうあの皆さんも見てると思うんですけども、暗くなってきましたよね少し。そう、あの今から移動します。